西尾奥手古墳は、愛知県名古屋市森山区にある古墳。しがみ古墳群の一つ。大久で池の周辺に点在する大久で、古墳群の前方後円墳。大久で二号墳と呼ばれる場合もある。最初に調査が行われたのは1982年1983年の愛知県教育委員会の依頼による名古屋大学の測量調査だが、それ以降2005年に、 名古屋市教育委員会が発掘調査を行うまで公式な調査はほとんどされなかった。従来は隣接する東奥手古墳と主軸が同じで、あるとして双方の関連性が言われていたが、近年の調査で主軸がずれていることが判明したほか、前方部の特徴などからしだみ大塚古墳との関連性が高い可能性が指摘されている。また、2008年の発掘調査で、 東海地方伊東では最古級のものとされる人物埴輪が出土した。同時期の人物埴輪は近畿地方の天皇陵などで見つかっていることから、この地方の勢力が山東県と深いつながりを持っていたことが考えられるという。前方部が短いホタテ海型前方公園墳で、墳球町は約39メートル集合部分を含めると、 全長約59メートル、公園部の直径が約27メートルと推定される。年月を減る間に、紛糾の作兵が進んでおり、現存するのは、標度から50センチメートル程度のため、前方部、公園部とも高さについては、数値が算出されていない。2005年の発掘調査で、前方部の傾斜角が下部で約12度、 上部で約40度と変化している構造が確認された。同様の構造は近接するしだみを打つか古墳でも確認されている。公園部では傾斜角の変化を確認できていないことから前方部の3面のみに設けられていた可能性が高い。集合は一重で逆台形の断面を持ち、現在の残存口から約1.1メートルの深さがある。外包みの上部に 幅60センチメートル程度の平坦面があったと見られているが、公園部側では、外包みも掘り平らされている。また、集合堤から、不き石と見られる石材が見つかっているが、噴糾部では、不き石を確認できないため、後年の作兵などの際にほとんど落下したと考えられている。2019年度の発掘で南側に作り出しが発見されている。 2020年度の発掘で南側区ビレ部から前方部に吹き石が検出され、作り出しのあたりからは、高槻形基台の破片や、円筒埴輪以外の埴輪の破片など、墳糾上に祭祀に使われたと思われる遺物が出土している。公園部の集合部分より UKUK 有有矢尻の一種で、丹ひ平根系、柳橋式鉄族が見つかっている。ありがとうございます。